具体ベースの壁の基準線、複合構造壁ここでは、複合構造壁に使用される躯体ベースの基準線についてご説明します。複合構造壁では、基準線位置は外側、中心、および内側です。複合構造壁でのみ使用可能なオプションが追加されました。躯体外側、躯体中心、および躯体内側です。 これにより壁のモデリングや後からの修正が非常に柔軟に行えるようになりました例えば構造の仕上げまたは厚さの変更が予想される場合躯体外側の基準線で壁を作成できます後から断熱材や外壁を変更しても建築物の構造には影響しません基準線のオフセットの機能は 基本壁と同じです基準線が壁の外側内側躯体外側または躯体内側の場合プラスのオフセット値を設定すると基準線は壁の区体の体中心に向かって移動しますキーボードの C キーを使用して基準線1オプションを順番に切り替える場合基準線1ポップアップに表示される順番でオプションが切り替わります。 外側、中心、内側、躯体外側、躯体中心、躯体内側の順番です一つ付け加えておきます複合構造ダイアログでダイアログの上部に表示される層は壁の外側ですダイアログの下部に表示される層が内側です